オカルトを楽しく学ぶオカルトエンタメ大学のお時間です。怪談研究家のイタコ28号です。夏といえばそうです、怪談。本日の授業のテーマはそんな怪談のレジェンド稲川淳二さんについて、稲川さんを愛する仲間たちと稲川怪談の魅力をたっぷりと語り合いたいと思います。それでは早速授業を始めましょう。一緒に稲川怪談を語り合う2人はこの方々です。はい、こんばんは。2005年ミステリーナイトツアー稲川淳二の怪談ナイトを見て以来、現在16年間稲川怪談を愛してやまない吉田裕貴です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田先生、今日の意気込みはどうですか？まあ、稲川淳二愛に関しては、友人の追随を許さない。何しろ私は稲川淳二に命を救われている。あ、命の恩人なんですね。はい、稲川さんがやっぱり、まあ、はい、父親ですし、はい、です稲川さんも私のことをちょっと息子と思っている節がありますので。あ、そうなんですか。それは別に怪談の実力とかじゃなくて。わかりました、わかりました、はい、わかりました。そのレベルですけど。はい、わかりました、はい、響先生は噂によると稲川さんの、ね、怪談の頭の10秒を聞くだけで全ての怪談が分かるぐらい稲川マニアと聞いてるんですが、ですね、特に初期の稲川さんの話はめちゃくちゃ聞いてましたね。あの iPod だったじゃないですか、はい、あそこにめちゃくちゃ稲川さんの声の話をずっとこう記録して、うんうん、常に聞いてましたね。僕はもう本当に地元が京都の田舎の方なんですけどもね、テレビでしたね、僕は最初に稲川さんみたいな。で、小学校の時ですね、未だにはっきり覚えてますね、長男の樹海の話をテレビでされてたんですよ。それを実家で姉とたまたま見てたんですよ。したらめちゃくちゃ怖くてものすごい興奮して、こんなすごい、なんでしょうね、こう階段があるんだと思って、で次の日学校に行ってみんなで僕喋ったんですよ。昨日これ稲川さんこれ見たって言ったら誰も見てなくて誰も見てない。深夜夜11時ぐらいでしたけど、で一人唯一小倉昭弘っていう、まあその友達だけが見てたんですよ。めっちゃ仲良くなりましたね。それ分かります、はい、俺生き人形なんですよ。誰も見てなくて、はい、で大学の時に、うん、その大迫淳一さんっていう彼と知り合う。それとやっぱり同じくぐっと今日距離が近づいたっていう、うん、その稲川さんを共通の話題にして、へえ、面白い。そう、友達できたりするんですよね、稲川さんって、ね、だから最初に聞いたのは、まあ、今パッと思いつくとその形ではあるんですけど、もうそこからですかね。もうハマって、もういつも聞くようになって。聞いてますね。僕の場合ね、結構ね遅いんですよ。1997年なんですよ、はい、ね、うん、まあまあでも意識はしてたんですけど、うん、まあ、直射ちょっとも言えないんですけど、ある職種してる時にですね、営業で稲川さんのねイベント行くことがあったんですよ。で結局はですね、3人行けなくなって、僕一人ね川崎チッターに行ってオールナイトだったんですよ。めちゃくちゃ面白かったんですね。そっからですね、僕は稲川さんにハマったの。でもそれイベントとしてはかなり初期、初年度ぐらいじゃないですか、はい、ミステリーナイトツアーとしてはね、はい、だまだね、稲川さんがものすごいスピードで喋って、うん、隙を見せたら分かんなくなる時でした、はい、はいはいはい、キューッと見とかないと本当に、はいはい、隙見せたら、はい、終わってしまうっていうね、はい、だからあの頃のね、本当の早口の頃が我々もよく分かってないんで、我々今聞き取れるじゃないですか、はい、2000年代のやつとか聞いてもまあ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 分かるじゃないですか。分かります。おそらく90年代の稲川さんとかって、はい、やばかったと思うんですよね、うん、もっと言えば80年代のオールナイトニッポンやってた頃は聞き取れたのかどうかっていうの、普通の人が一言で説明するのを稲川さん3つぐらいですね。しかもそれを普通の人は一言のスピードで言います。そうそう、圧がすごいんですよ。そうそう、ドアがね、イーッと開けたらね、畳があってそこに草が生えてね、穴が開いてね、この物がついてんだよ、血なんだよっていうんだよね。畳に血がついてたらいいんだよ。そうだよね。あれはやっぱりね、僕は逆に感動したの。あとね、一番大きかったのは笑いなんですよ、うん、階段なんて笑ったらいけないと思ってたら、うん、その川崎チッターのイベントでは爆笑なんて笑いが起こるんですね、うんうん、それがね、僕はすごくね感動したって稲川さんにハマりましたね、うん、僕はですね、ライブで実は初めて見たのはだいぶ後の方なんですよね、うん、それこそ2000年入ってからかもしれないですね、うん、当時音楽関係の友達と2人で見に行ったのが初めてですけど、まあ、今板子さんおっしゃったそのライブ会場のあの熱気というか、うん、あれを生で見たのがその時初めてで、確かにびっくりしましたね。音楽ですもんね、ある意味。まあそうですよね。稲川さん、そのライブ会場で、その時のお客さんを見て、今日は若い人が多いから若い人の話をしようとかですね、うん、
お年寄りからお年寄りの話をしようとかで、その場でこう、ね、こう話す話題を、だって生き人形の新バージョンやった時ありますからね、はい、お客さんの顔を見て、そう、だからその感覚、そういたんです、そうか、その感覚がもう完全に DJ と一緒だなっていう、そうか、それは本当思いました。もうその時響先生は DJ やってたんですか。はい、やってました、やってました、なってたんや、その時。でも感覚が完全にそのいわゆるクラブの DJ がお客さんを見て次この曲を書きようかなと、うん、同じセンスというか同じ感覚でもうお客さんに対して喋ってるっていう、あの感覚がもう素晴らしいと思う。あのちょっと僕自慢してですか、はい、で稲川さんに聞いたんですよ。でやっぱ稲川さんもねすごいんですけど、スタッフもすごいんですよ、うんうんうん、スタッフも全員稲川さんの階段分かってて、で稲川さんが急に喋るけどどこに SE 入れたり、うん、どこにライト変えたりさ、全部分かってるんですよね。照明音響さんがもうずっと一緒にやってるね、はい、すごい人なんですよね。一方だ、俺らのような稲川愛の人がスタッフにもいっぱいいるんですよ、うんうん、生き人形の時なんて本当はだって10話ぐらい話をしてね、そうです、ミステリーナイトツアーのいつも の、うん、あのツアー公演ですから、うん、10話ぐらいこう話があって最後に心霊写真コーナーがあってっていう普通の公演ですよ。いきなり生き人形1話で2時間ぶっ通してやっちゃう、はい、東京ですよね、あれ確かね、あれだろう、スタッフからしてみたらお前ふざけんなよって話だと思うんですけどでもすごい、それに対応できちゃうっていうのはね、すごいですよね。だから僕もその PA さんの方とか、もう当然今板子さんおっしゃった通りも完全なコンビネーションじゃないですか、うん、で生で見た時に稲川さんが例えば擬音とかこうひたひたひたとかそこで思いっきりリバーブかけるんですよね、エフェクトを、うんうんうん、で最初見た時に、そうだ、そうなんですよ。で最初見た時にそのひたひたを稲川さんが何回言うかっていうのも全部台本ないんじゃないかと思うぐらいぴったりだったんですよ。でびっくりして、で後でその PA さんとかね、そのあの話を聞かせてもらったら、聞いたやん、もう完全にあれはもう稲川さんの間合いを測ってこのタイミングで擬音を言うとか、このためでこういうなんかこうね、この話の転換をするとか分かった上で PA さんがエフェクトをコントロールしてる。だから頭の本当にその10秒ぐらいの間で全てが分かるみたいね、はい、擬音っていうのはまあ欠かせないでしょ。でも階段で擬音やるって言ったらもう稲川さんの真似でしょって言われるぐらいになっちゃってますから、そもそも他の人たちって SE で良かったわけなんですね、うん、だから擬音は SE だったんですよ、うんうん、でも稲川さんは実は SE が全くない、うん、ほぼないって言っていいんですね、うん、それはねやっぱすごいことだと思うんですよ、うん、まあ、そのテレビの時とかね、例えばまあ昔のプレステージとかで怪談語ったりする時とか、まあ、SE とかで流してたりもしたけど、本当にあのはっきり違うのが、まあ、それまでも怪談語ってる人いましたよ、稲川さんの前にもね、うん、テレビでラジオで語ってる人いましたけど、やっぱりその擬音の使い方すごいですね。はね、もう確実に影響を与えてますよね、後の人たちに。まあ、確かに講談はね、昔擬音もやってたし、今でも講談擬音入れるんだけど、うん、あの講談は独特の喋り方があるじゃないですか、うんうん、それじゃなくて稲川さん多分僕勉強されてて講談も取り入れてると思うんだけど、今風にやってられてるあの擬音がちょっとかっこいいんですよね、うん、微妙に違うでしょ、うん、はい、本当の音と、うん、そうね、そうなんです、本当の音じゃない方がリアルだったんですよ。モノマネではないですよね、モノマネじゃないんですよ、はいはいはい、まあ、独特ですよね、独特ですよね、まあ、当然こう足音とかもあるんですけど、あの本当にドアノブのこの開けるカキッとかです、ああそうそう、うん、そこカキッって表現するんだみたいな、カキッって聞いたことないですよ、はい、ないないないカキッイーそんなドアそういえば今までカキが、ね、開けたことねえなっていう、はい、あと足音もね、うん、カッコッカッ、はい、どこ歩いてんねんってそんなカンコンカンコン石畳で下駄じゃないの、はい、でもそれ聞いたイメージが湧くんですよ ね、 そうね、なんでかなと思って稲川さんを見てたんだけど、その前にめちゃめちゃ説明してるんですよ、実は稲川さんって事細かく説明してて、でパッと切り替わるんですね、だ映像っぽいんですよ。ドキュメンタリーなのか、いわゆるこう怪談話なのかっていう、その境界線っていうのが非常にこういい意味でこう解けるというかですね、ただそういう意味では非常にこうリアリティが結構圧巻というか圧倒されるっていうふうに思いますよね。いやだからそれこそ本当にまさに講談とか、まあ、落語とかでも当然怪談話あるわけじゃないですか。でもやっぱり稲川さんの話っていわゆる本当にまさに現代の稲川さんの身の回りに起きた、うん、もしくは、ね、あの何でしょうね、体験者のいる、本当に現代に起きてる話っていうのを、しかも初期の頃なんか特にそうですけど、かなりの熱量を持って語られる。そうなんだよ、あの逼迫感っていうんですかね、もうすごい勢いでうわーってこう喋るあの感じが、もう聞き手がですね、もうちょっと圧倒される、あの圧みたいなのがもう素晴らしいなと思いますね。ああ僕の言いたいこと全て言っていただいたんで、はい、まあだからその我々からすると実話怪談の割とまあ先輩みたいな感じになりますけども、稲川さん自身はただ実話怪談という意識で多分やってないん
ですよ。そうですね、有名なあの情熱大陸に出た時の、はい、あの発言なんかもありますけれども、あれもいろんな話を組み合わせてると、パーツを組み合わせて作ってるっていうふうに言ってましたし、あれはもうおそらく G1 実話怪談じゃないよっていうことの宣言でもあったと思うんですよ。そうですね、ちょっと分けてねって、はい、バリバリ実話怪談の話もたくさんあります、稲川さんの、うん、ありますね。だけどまあそれ都市伝説の方だよねっていう話もあったりします。でもそれはちゃんと体験者さんに取材してとは言ってないです。例えば彼女たちの修学旅行っていう話なんかはあれですかね、森末慎二さんかなにスタジオ TBS かどっかで会って教えてもらったって話だっていうふうに言ってますし、体験者さんに取材しているのはちゃんと実は書いたんです。でも都市伝説寄りの話もちょこちょこあるんですけど、それはちゃんと前置きとして間接的な情報だってことを断ってるんで、北海道の花嫁とかもそうですね、そうですね、間接的な体験者さんの甥っ子さんから聞いた話ですし、うん、まあそういうふうにちゃんとそこはそういう意味ではきちんとしてるっていうかね、はい、怪談全体のオールジャンルをカバーしているところがあると思うんですね。じゃあこの流れでですね、皆さんのですね、まあ、好きな稲川怪談をちょっと聞きたいんですけど、じゃあ私が言いますか、はい、バリバリの実話怪談じゃないものにこそ私一番影響を受けてる。ああ実はその中で言うと死の旅館っていうのがあれか、やっぱりあれね、スタンダードは実は怪談じゃないんですよ。ちょっと簡単にもの知らない方もいると思うので、はい、説明してもらうと、ね、あれですね、テレビのロケで流氷の撮影に行った時の話なんですけどね、容疑者に乗って方また乗ってね、もう寝台列車なんですが他の人たちは全員寝てて、私とスタッフ3人だけしかいないんだ。そうするともうちゃんとこれ20分かかりますね。もういいです、わかりました、はい、あの簡単なそういう容疑者に乗っている時に、知り合いしている時にたまたま知り合った女の子から聞いた話で、その女の子の友達がおそらく北陸だと思うんですけどね、日本海側の方に旅行に行った時に、まあ、ひどいすごいなんか変な旅館に泊まってしまって、実はそこはもうとっくに潰れていた強盗殺人に遭った姉妹がやっていた旅館だったので取り殺されてしまうという、一人死んじゃうんです、うん、でもう一人は病院に行っちゃうっていう、なので体験者さんは一人死んで一人はもう病院送りになってるっていう話でその人から聞いたんだけど、その人の友達からたまたま容疑者であって聞いた話、ちょっと入れ子構造になってるんですね。稲川淳二さんがいる北海道 の室蘭かな、知床かな、流氷を見に行く列車で聞いてるんですけど、そのメインの中身は日本海側の市の旅館での話っていう風に、だからはっきりスタンダードな実話怪談ではないんです。どっちかというとやっぱりの落語というか、落語で言ったら梶川みたいな、ああいうもうなんかひどいところに迷い込んだ化け物屋敷みたいなところに迷い込んだ冒険談みたいな意味もあるし、まあ何よりもやっぱり一番語りの妙が油が乗ってるのが死の旅館、うん、そうですね、ちょっと昔話の怪談風な、うん、電車の中から始まるのもええしね。そう、あれいらんともいらんねんけどね、はい、でもあれがあるからいいね、ないとダメです。だってあのないとダメ、体験者さん一人死んでるし一人病院になってるんで、あの雰囲気がね、電車の中で聞いてるからストーリーもなんか、イントロとアウトロが容疑者にも戻るんですよ。アウトロも私はね、カン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 って、ね、そう、流氷に向かう容疑者がの外の風景が妙に寒々しく感じたのを覚えてますねって、また容疑者に戻って終わるっていう、そう、踏切の音が遠くから聞こえてきてっていう、そう、あれはねやっぱね、作品としてというかやっぱ一番好きだし影響を受けてるから、ね、あ、でもなんとなく分かりますね、うん、吉田先生が昔ね、孤独と言われた調和の時の書いた中国の、はい、話もそういう匂いがする、まあそうかね、まあまあ赤い子ね、まあまあね、そういうちょっと幻想的なね、やることであったりとか、まあていうか、まあなんていうか、こう実話怪談として影響を受けてるっていうよりも違うところでやっぱり影響を受けてるっていうことですね。まあちょっと文化人っぽさを出したかったってことですね。はい、そうなのかな、ね、はい、うん、分かりました。でも個人的にはあれ冒頭のあの容疑者で聞いたって僕すごく大事かなと思うんですよ、うん、僕は、うん、あれがあるか、確かにあの話の本数じゃないかもしれないけどそこで容疑者でたまたまボックス生かなんか育てた女性ですかね、そこで出会った人から聞いたっていうその冒頭があるから、本編の話の、まあ、ある意味リアリティって言ったら変ですけれども、
やっぱりその怪談を聞いた現場の空気感みたいなものを含めて、そうなんですよ、はい、そのトータル、まあ、吉田さんおっしゃった通り、そのイントロとアウトロっていうのがありきで、もう一個の作品としては素晴らしい。そうだって体験者が聞いてないんだから、あんなに細かく描写できるはずないんですよ、はい、目の口がやけにしろい唇がやけにしろいうむむかっくんかっくんかっくん、おばさんこの子死んでるよ今度はあんたの番だねおばさんって開きますよねあれこれもね白人が人一人だもん、ドアが開いたままタクシーが、ね、行っちゃうんですよ。でボーンってドンってガーッと走ってくるんです。あそこが体験者に聞いてないのに分かるはずないんだけど、でもそれもあのやっていいんだっていうのは、てかやるべきなんだっていうね、そういう演出だね。だから起こった怪現象にゲタ吐かしたんですよ。自分で創作した嘘を混ぜ込むのは良くないと思うんだけど、その一つ一つのアクションであったり描写であったり擬音であったりは別に体験者さんから事細かく聞かなくても、やっぱりそこはそのなんていうか作っていいとか、それを作っても嘘にはならない、てかより真実に近づく、聞いてる人にどんだけねイメージを沸かすかに必要ですからね、うん、そういう描写はもしかしたらやっぱり一番死の旅館がいいんじゃないかな。ああそうか、秀樹先生はどうですか。はい、あの僕が一番好きなというか、はい、でこれは正直皆さん被っちゃうかなと思ったんですけど、あえて僕が言えば生き人形ですね。はい、でこれはやっぱりもうたくさん僕稲川さんの話好きですけど、衝撃っていうのは一番衝撃を受けましたね。しかも佐藤さんと1999年の8月13日の東京厚生年金会館の収録版、うんうんうん、いましたあのライブパッケージが素晴らしいんですよ、ね、お客さんの顔見ていきなり話をしたやつですよね。 その冒頭のそこからスタートしたあのパッケージとして、そうかそれはやっぱりそうや、ね、死の旅館と一緒で、はい、なぜこの話が語るのかっていう、そうですね、パッケージングがそこも妙にちょっと長いんだよね。でも冒頭稲川さんが入っていて、もうお客さんの歓声がうわーっていうのがあって、座長そうです。で今日は話一切変えますみたいな、うん、でも今日はもうこの話一本すると終わっちゃうかもしれない、うん、でもここで僕を話しますっていう、そこから始まって、普段はお客さんの顔を見て話を変えるんですよっていうところから始まって、で今日はこの話をしますっていうところから始まるのと、あと僕の中で決定的なある意味一言で言うと、今日全部実名でありますって言ったんですよ。そうだ、それがあれ皆さんの覚悟というか、うんうん、そこをすごくこう圧としてこう感じたんですよ。逆に言うと実は怪談部分ですよね、まあ、そこある意味そうですね、その点に関しては、はい、私がそうじゃないって言ってた、そうですね、まあ、それのコアの部分を、まあ、こっちの振りの部分ですけども、ね、はい、だそれがもうまずやっぱりあの作品として、まあ、ライブ版のパッケージも素晴らしいですし、うん、その話のやっぱりね、あの本当にあれってまさに実話怪談と言われる、まさに吉田さんおっしゃった実話の部分、ね、体験談だしね、稲川さん、そうですね、はい、で実際に事件も起きてますし、人も亡くなってますし、ドキュメンタリーですからね、そうですね、人にあったものがちゃんといっぱいありますからね、うん、入ってますからね、そうです、あのテレビ番組での、まあ、その出来事もそうですけど、うん、それをあれトータルでも1時間ちょっとありますよね、半ですね、1時間半、1時間20何分ですね、うん、でそれをこうダーッと熱量でこう語っていくっていうのがやっぱりもうすごい衝撃で す, いいですか、ボケましたマジっすか、冗談じゃないですけど、いやボケました、もう5回目ぐらいですそのことが欲しかったよ、そのことが欲しかったよ、確かにね、ちょっと反応薄いなと思って自分から話しといて、例えばビートルズをね、あ俺は生で見たとかあるじゃないですか、日本で初めて来て、で俺見たんで、え本当ですか、うん、はい、そうですよね、あのそれでそうあれっていう感じ、ちょっと嬉しかったそれ、いやあれは幸せでしょう、ね、相当気に入ったんちゃう、じゃあめちゃくちゃ来ましたね、いわゆるライブっていうのももちろんそうなんですけど、すごくよくできたライブ版のアルバムみたいな、うん、なんかあそうかそうか、一体感もね、やっぱりその描写力も、うん、はい、死の予感のはやっぱり、怖いから聞かないでとかのスタジオ収録、うん、はい、それこそビートルズで知ったら、うん、サージェントペッパーズで発売版、武道館ライブの一体感みたいなのはあっちのありますよね。で、その中で乗って相乗効果で、はい、描写力、例えばそのテレビ放送の時のグワーンがウォーンウォーンウォーンってやって、はい、シャレちゃうガチャ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 っていう、あの同時になってますからね、我々の頭の中に全てなってるもんな、この叩きを叩いて全部ピュー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 シャレになってるこれガチャン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 、これ知らんやつ何言ってるの、本当そうほんまにそうやから、一人の人が一つ喋ってるはずなのに、そう僕らの中で頭の中でされるの、音源が、ね、全て稲葉さんの中で1時間やったらあれが最初で最後になるんだよね、ライブではね、あの僕はですね、あのビバーク、
谷川岳でぶら下がって、はいはい、意外と、はい、なんであれかっていうと、うん、まずさっき言ったみたいにリアルの話と創作の間で走ってるんですよ、あれもね、うんで、うんうん、確かにあの事件本当なんですよ、あれテレビでもね、はい、放映されたんですもんね、はい、で本当にあの事件があって、はい、でその事件を撮影しに行ったテレビ局の人が別の遺体を見つけるっていう話なんだけど、谷川だけでまあそのビバークした人が落ちちゃって滑落しちゃってブラーンって宙づるね、ミノムシみたいな感じになっちゃって、もう助けられないから鉄砲でバーンって撃って、はい、自衛隊が ね来てマシンガンで結局撃って、マシンガン、はい、で僕ね実は谷川だけで仕事をずっとしてて、ある仕事で、あの話の中で一番メインのところはね雪山に行くところなんですね、であの雪山のねあのシーンがすごいんですよ、風の音がまず入ってさっさっさって歩いてくると、その辺の SE がすごくて雪山の中のすごいところで遭難したなってイメージがあって、であの事件があるから余計すごい話だなと思うんだけど、実はあれ9月の話なんですよ、谷川岳夏登山ですね、はい、ね、だ僕これ大好きで、本当に今ね流行ってきてるルポルタージュ風って言うたわけですね、ルポルタージュ風階段の走りやと思って、うん、大好きなんですよ、もう何回も聞いてますね、もうこれ好きで、それ何回も聞くの最近なんですよ、それ僕好きになったの、ほうほう、前はそんな認識してなかったんですよ、うん、この話って、うん、でも今はね何回も聞いてますね、ここになんかこれからの階段のやっていく秘密があるんちゃうかな、なんか、ね、キーがあるんちゃうかなって、実際に起きた事件っていうのがやっぱりそれは本当にありきで、うん、そこに付随する、まあ、ある種の、まあ、若干創作も含めた演出も含めた話をこうくっつけたっていう意味では、うん、まあ、創作ってもやっぱり別の話をくっつけてるっていう、だからちょっとコラージュなんですよね、はい、あので自分の頭の中でゼロから考えたものって、はい、なんとなくやっぱりその違うことで谷川岳に行って見つけた話はあるんですよ、おじいちゃんに聞いて、はい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 、だから嘘とは思えないですね、うん、確かにその全然違う撮影に行った人たちが、うん、全然違う遭難の人を見つけた話をおじいちゃんもしてたんですよ、その山の谷川岳のね、うんうん、だから嘘とは思えない、だから何か合わせてると思うんですね、恐怖の現場があるんですけど、狭、はい、山湖の吊り橋ね、全映画史の中でも一番いい、これだけは見てくれって1個決めたんと思うんですよ、僕はやっぱりゆきちゃん、あ、まあね、しかもあれゆきちゃんってあの体験者ゆきちゃんじゃないんですよ、そうなんです、その理不尽さ、そうそう、もう一人の怪談レジェンド桜金蔵さん、世界の見方っていうのがやっぱりちょっと狂気をはらんでるんだと思います、稲川さんってやっぱりはっきり対極にある、このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録をお忘れなく。